こんにちは。ここでな。こんにちは。どうも、おばです。じゃあ、しょうちゃん、やるで。どうも、しょうちゃん、おばです。しまたでーす。よう覚えてんだ、それ。それはもう終わってん、時代はもう。今の時代は、カモメが飛んだー。あ、はい、しょうちゃん、ちゃい。お父さんに言おうかな。あ、お父さん電話しよう。お父さん。あ、お父さん電話します。あ、嫌だ。お父さん電話します。嫌だ。で、今回のやりたい企画はですね、翔ちゃんにアドリブ即興劇見せて泣かしたい。イエイ。今回はですね、俺が激推ししてるクラナドっていうね作品を見せたいなと思ったんですけど、何時間もね、しまってられないと思ったんで、クラナドの例の一番感動するシーンを俺がまあ即興でちょっとやってみて、もう今回翔ちゃんを泣かしたいなと思います。泣かすっていうね、子供最近子供コンテンツうるさいんで、うるさいな、ちょっとうるさいな、最近子供コンテンツがどうのこうのってうるさいんで、俺は今から教育的なことをするんでね、YouTube さん削除。俺はテーブルに立つ。ほんまに柴田さんに怒られます。それは靴下、それは下に履くやつだ。はい、ということでじゃあ早速やっていきたいと思います。翔ちゃんこっち来て。というわけで離れて、インスパイザーダックス。今から敵が始まる。どうじゃ。チンチン。あ、そういうこと言う季節もう。そういうこと言う季節になっちゃったもう。じゃあ話そうね。嬉しくて。生まれる。もうちょっとだ、なぎさ。ここ笑うとこじゃないよ、翔ちゃん。ここちょっと全然笑うとこじゃ。なぎさは何度も気絶をしては痛みでまた起き上がるという無限の繰り返しだった。猫ちゃんはいらん。あ、お話聞いて、お話聞いて、激します。お話聞いてください。おい、はい、行くよ。ほら、ともやくん、俺がもう赤ちゃんを取り出してやる。ともやくん、ともやくん、ちょっと後悔すぎない？絶対赤ちゃんを取り出す。よし、行くぞ。3、2、1。あ、生まれる。くわっ、わっ。でね、見える見える。こうしてとても大きい赤ちゃんが二人の間に生まれました。私もちょっと眠たくなっちゃいました。なぎさ、ともやくん、元気でね。なぎさ、ああ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 、ダメ、投げたら。俺絶対泣かしたいんですよ、でもほんまに。俺はマジで泣かしたい。翔ちゃん聞いて、本当にいい作品。じゃあもう一回やってもらいたいよ。もう一回やる。じゃあもう一回やろっか。ともやくん、生まれるよ。おし、俺が引きずり出してやる。帝王切開だ。ふっ、生まれる。シュポポポー。あー、ボーン。生まれた。なぎさ、待って待って。あー、天気に行きました。おしは母さんと一緒風の方がいいか。うん、さっきネタやったやろ、だって。いや、でもガチですよ、ちゃんと。あ、ちょっと待ってた、お茶飲む。可愛い声やと、めっちゃ感動移入する。あ、ともやくん。あ、そう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 、弱そうな。よし、じゃあもう一回挑戦します。もう感情移入させます。移入してくださいね。なぎさ、ともやくん。で、5年後、おい、牛尾、なんかおもちゃ買ってやるよ。二人はお店をね、探検しました。どれにしようかな。こちら、ともやくんは、牛尾ちゃんに初めて自分で選んだプレゼントをあげました。ほら、牛尾、これで遊べよ。ありがとう、パパ。あ、こうしてね、ちゃんと履かせましょう。あ、履けた。わーい、わーい、お父さんに買ってもらった初めての遊び物だ、おもちゃだ。そして二人はお花畑にたどり着きました。わー、お花畑だ。ふーふー。それから2分後。あれ、牛尾どうしたんだお前。パンツなくしたの。なんと、そこには全裸の牛尾が立っているではありませんか。なんだ、なくしちゃったのか。どこかな、どこかな。けれど、一向におもちゃは見つかりません。あー、こんだけ探したんだ、もう諦めようぜ。やだやだ。
牛尾はとっても悲しそうでした。お前も言うこと聞けよ。その時牛尾はこう言いました。だってパパが初めて選んで買ってくれたものだから。だってお父さんが初めて選んで買ってくれたから。そんな風に思ってくれてたのか。本当に悲しくなる。牛尾、お父さん、もう一回牛尾のお父さんになりたいんだけど、いいかな。いいよ。本当に泣いてるっぽいな。ちょんちゃん泣いてるよ。ちょんちゃん泣いてるよ今。ちょんちゃん座って、もう少し物語続くからね。パパ、もう我慢しなくてもいい？あ、いいぞ。こうして二人は二人で仲良く暮らしていくのでありました。はい、おしまい。歌、スプラピスプラパスプラピプー、虹のかなたまでー。私はバイキンマンだ。サンダルをよこせ。ひーひーひー、剥ぎ取られる。おれおれ、ぴょんにょ。バイキンマンはなんとサンダルをパクってきました。大丈夫ですか、お父さん。助けて、私サンダルを取られたの。なん、それやばい。僕の靴を、肩を貸してあげるよ。うわ、体が硬くて取れない。ボキ、あー、うわー。なんと、ハルト君は自分の靴を取ろうと思ったけど、関節が逆方向に曲がってしまって、救急車を呼ぶ羽目になった。